かわいい。こんばんは。こんばんは。初見さんありがとう。 AKB48 チーム A の大竹瞳です。お願いします。うん、なんか距離感がうまくつかめないな今日。やっほー。ヤンさんありがとう。シンデレラの靴じゃなくて、なんていうのそれ、ガラスの靴だと。ダリアさん、クマさん王子だった、ありがとう。ケンさん、じさんケンジさんありがとう。キラキラ桜のお友達さんも、サタルさんも、ハーブのダメさん、ナオキさんありがとう。寝起きじゃない、風呂上がり、風呂上がりです。風呂上がりなんだけど、なんか眠いんだよね今日。本当に一日眠くてやばい。うん、ちょっとこれ上に座るか。上に座って、いつもどうやって配信してるんだっけ。もうちょい近いのかな、こうかな。あ、これじゃないかな多分。なんかいつもの画角が分かんなくなっちゃう。おお、なんかかわいい。テロップ書こう。お話し会受付中、何のひねりもない髪の毛がもうブラウン系やな。え、それな、抜けた、めっちゃ抜けた髪色。もう早いんだけど、焦げ茶みたいになって。ハーブのダーメさんありがとう。ダリアさんありがとう。ひとみんのオムライスが食べたいのでさん、結婚してオムライス部に部に入ったんですけどダメです。徳島カズさんも結婚してはダメです。こんばんは。こんばんは。なんかさ、真っ黒よりもさ、ちょっと色落ちした方がさ普通に見えるよね多分。ゆきんこさんありがとう。ひとみんのオムライスが食べたいのでさんとケンジさんの結婚してもダメダメです。ひとみんのゆうきさんも結婚してはダメです。本当にみんなダメ。ゆきんこさんお疲れありがとう。お疲れは引き受けるよ。引き受けるってなんだ。お疲れはありがとうだけど、あとはダメです。こんばんは。やっほー。昨日とテンションの差が、いやー昨日が特別高かっただけでさ、てかカラオケ配信じゃないや、カラオケの話をして盛り上がってただけでさ。そうなんですよ、これが普通だって。これが普通だって。チャケの配信はこれぐらいが普通のテンションだよ。今日で何回振られたかやばい。毛利さんの視聴配信の時、エリーちゃんがチャケ大好きって言ってたよ。嬉しい。エリーちゃんと同じ部になりました。オムライス部。オムライス部結構なんかチーム A 感もそうなんだけどさ、個性いろいろで面白い部になりそうじゃないと思っている。部長はコミさん。おつです。明日のバーベキューの準備で。明日バーベキューするの、いいね。コストコ行ったら真っ先にティラミスに目が行った、あってなった。それはもう完全なる突破隊。
まとめ役なんでしょ、ちゃけ。え、そう、びっくりしたんだけど、私絶対まとめらんないけど大丈夫かな。3巡目で指名されてたね。そう、普段の、普段じゃない、前の指名されたドラフター4巡だったから、それより早かったからよかった。面白そうなメンバーでしょ。5時がひどいわ、さすがに笑っちゃった、笑っちゃった、本当に。おもろすぎ。ヘゲちゃんなら大丈夫でしょ、ほんと？なんとでもなるよね、多分きっと。そう、あのメンバーに追加メンバーが2人入ってくるんでしょ。誰が入るんだろう、わかんないけど楽しみにしてます。ランちゃんにオムライス部勧めてみた。あ、ほんと？ランちゃん小宮山チーム系だったし、私いるし、カモン。小一さん風呂敷ありがとう。ショールーム番組出演も決まっていっぱい話題あるね。そう、あるある、いっぱいあるよ。のじゅんさんありがとう、ギフト。収録後のお弁当トークも見たよ、ありがとね。お弁当あれ大変だったんだよ、聞いてよマジで。あれなんか、え、前日の、収録する前日の夜とかにお弁当作ってくださいって来てさ、ないって、そんなのって。材料ないからって思って、もうある材料全部引っ張り出して作ったお弁当だった。なんもなくてさ、本当に困ったよね。ゆきんこさん服ありがとう。ああ、そうそう、追加メンバーは上位メンバーから入りたい部活選べるらしいです。そう、思いつきっぽくて草、え、そう、なんか絶対思いつき企画。失礼、私失礼。そう、もうね、残り物で作れるのは器用な証拠です。本当？だってもう前日の夜に本当に偶然生姜焼き作ってたから、あれ生姜焼き弁当になったけど、作ってなかったらもうどうにもなんなかったよ。多分あの右側のおかずと白ご飯みたいな物悲しい弁当だったと思う。うん、そう、自分も最初はタッパーでお弁当してたから親近感湧いてる。本当？お弁当箱買いに行けばよかったかな。買いに行っても今後使わないからいいやと思ってタッパーにしちゃった。そう、冷蔵庫にあるギリギリの食材で彩りを意識した。あれが初めてのお弁当だったんだね。うん、だって普段外で食べなきゃいけないみたいな、お弁当じゃないけど食べるってなったらコンビニとかさ、レストランとか行っちゃうし、現場だったらそれこそお弁当は用意してもらってるしっていうので、作ることは本当になくて。そうね、小学校中学校の給食、高校はお弁当だったけど母に作ってもらってたから。そうなのよ。でもなんかさ、結局あれじゃない、洗い物とか考えたらさ、中身仕切るやつとかもとりあえず
あの時そう仕切るのもなかったんだから、そう、え、そうそうそう、大変だったの、あのおかず仕切るさ、なんか縦軸横軸みたいな、なんていうのあれ、わかんないみたいなやつあるじゃん、バランみたいな、バラン、バレン、バランか、バレンはあれか、美術いつもこれわかんなくなるんだけど、わかる、バランとバレンわかんなくなる、バラン、バレンは美術だよね、そうで、あのその縦軸横軸みたいな仕切り、仕切りだ、仕切りだ、仕切り、仕切りも持ってなかったから、本当になんかおかずの、あの置く場所で無理やりそれ感を出して、ぎゅうぎゅうに詰め込めば動かないだろうみたいな、そうぎゅうぎゅうにおかずとご飯をあのタッパーに、激ちっちゃいタッパーに詰め込めば動かないで現場に持っていけるだろうって思って必死に作りましたよね本当に。国平さん、ハートありがとうございます。さっきキラキラみたいなペンライトみたいな10個くれたのはヘンリー太田さん、ありがとう嬉しいです、やばい、ハンガー、小次郎さんありがとう、ヨッピーさんかわいい、尊い、ありがとう、結婚してはダメです、バランバレン、バレンになっちゃう、まだ見れてないから後で見てみる、え、見てみて、確かね12分ぐらいだったから、なんだっけな、あの短め YouTuber みたいな感じだから見やすいと思いますぎゅうぎゅうかな、で牛牛って書いてあるんだけど、生姜焼きブタブタだった、トントンだった、ごめんそうじゃない、そんな時はアルミホイルで仕切るのもあり、今後作るのがあればやけど、確かにアルミホイルで仕切ればよかったのか、アルミホイルはギリギリある、うちにも（笑）こんばんは、やっほーこんばんはに、こんばんはに、すごい、王子様来た、ケンジさんありがとう、クマ王子かわいい、マチャリンさんが上手そうだね、あー同じ部ではね、そうそう、さよならモーリーさん、みんな見たのかな、チャキが料理するってどれだけすごいことなのか、テレビ局の人分かってんのかな、いや絶対分かってないんだって、それもさ、本当に今まで料理なんてしたこともなくってとかいろんなところで言ってるんだけど、なんかさ、あの芋餅とさ、なんだっけあれ作ったのもさ、あれ系おつまみ系作った人が他にいないからさ、比べられなくて抵抗なのがバレてないのと、あと弁当もなんかそのあるもので作ったけど彩りがそれなりにあったから、あるもので作った割には彩りもそれなりだし、弁当箱として一応成り立ってたから、なんかひどいクオリティ、本当は何もできない人っていうのがバレてないんだよね、おかしいんだわそれが英語さんありがとうございます、熊王子かわいい、582日連続配信ありがとうございます、嬉しいチャケさん伸びしろ半端ない、本当半端ないって、イエーイ、
できる人ごとチャキちゃん今日もうつうつできる人なのかわからないけど、まあやれば何でもできる。料理うまいキャラは絶対無理だって本当に。オムライスは、オムライスはマジでギリギリ家庭料理として2回3回ぐらい作ってるからセーフ。オムライスは私が食べる分にはめっちゃうまいオムライスが作れてはいる、普段の生活の中ではね。いやそんなにいっぱい作ってもないし、そんなにいっぱい食べてもないからなと思って、ちょっと不安。どうしよう。できる人って見られるの AKB でもよく言われてるか。いやそうなんだよ、本当によくない、本当によくない。私できる人じゃないって本当に、なんかいろんな面でそう見られがちなんだけど全然できないからって思う。オムライスはケチャップでの落書きがうまければ優勝できるので大丈夫。じゃあ冷凍食品のオムライスを出して私がケチャップでチャケニャン書けば優勝ってことかな。違うかな。オムライス部で普段から料理してるのマチャリンさんだけだね。そうなんだよね、大丈夫かな。でもマチャリンさんだけに負担がかからないようにはしたいから、私も頑張りたいなと思う気持ちはあります。はい。ガチガチやん。桜のお友達さん、あっちゃんありがとうございます。冷凍のオムライスってあるっけって言われたけど、わかんない、それは。それはわかんない。そうね、マチャリンさんはなんかすごい自分が絶対料理本当に自信があるから任せてくださいって、あの収録中も収録が終わった後も合間の時間も言ってくださってたから、なんかそのマチャリンさんがやりたいことを私はどれだけサポートできるかと思う。あとはマチャリンさんがやりたいこととかその中身を理解した上でよく働くっていう、そう。よく働くメンバーには絶対なれる。そう、そうそう、エリーちゃんとかコミさんとかと協力してね、ハルピョンさんとか、あと追加メンバーが本当に誰が来るかわからないんですけど頑張りたいと思います。ルナキチさん、ナオキさん、ハタありがとうございます。 Thank you。 ちょっと待ってね。こんばんは、やっほー。追加メンバーも来るの？え、そうだよ、この前までやってたショールームの追加メンバーオーディションってあったじゃん、あれの上位からなんか行きたい部活選べるっぽくて、それのなんか上位2人、2人じゃない、いや上位から入ってっての多分
2人ずつ入る 4部活あるじゃん。たこ焼き、オムライス、コロッケ、デザートって4部活あって、8人いるから8人がなんかそれぞれこう分かれて入るみたいな、なんか そうっぽいけどね、あんまりよく分かってない。何気にコロッケ部強そうね。え、どこでも強そうじゃない？割と周りどこでも強そう。でもなんか審査基準とかが分かりにくいよね。何なんだろうって感じ。売上勝負なん？どういうこと？売るの？何を？みたいな。え、味なの？誰が食べるの？みたいな。でもファンの胃袋をつかめ、え、ファンの人に提供するの？で、何？みたいな。ちょっとよく分からない。デザートだけなぜか料理限定されてないよね。思った、大変そう。逆にパフェならパフェとかさ、なんか言ってよって思いそう。直樹さん結婚してダメでーす。 AKB カフェとかで言ってくれたら嬉しいなーね。なんかそういうところでなんかイベントあればいいけどね。わかんない、どうなんだろう。ずっと言われてたよね、そのコロッケ部に指名されて5キロ後の習得に仕上げめちゃくちゃ見るのが夢でした。それ私コロッケ部に入ることにはならないって知りながらそのさ、あのコメント読むのきつかったんだからね。ひとみんのオムライスが食べたいのでさん、結婚してダメです。オムライスはでも作んないとな、本当に練習しないとやばい。チャケさん実生活でコロッケ作ったことは、え、コロッケはないかもしれない。コロッケはないからコロッケ部にはならなくてよかったなって正直思った。本当に多分コロッケ部だと私使い物にならないと思うけど。小野純さんハートありがとうございます。うーん、オムライスは卵しっかりケチャップたっぷり派です。私もケチャップたっぷり派、味濃いのが好き。本当に卵も私あれは嫌なんですよ。あの半熟嫌いで、えーって感じだよね、みんなびっくり。半熟あんま好きじゃなくて気持ち悪くなっちゃうから、私本当に結構ちゃんと焼いた卵のペローンってやつ乗っけて食べる派なんですよ。そう、でも半熟の方がさ、なんか世間は好きじゃない？なんかバズってるオムライス見ると全部半熟なんだけど、どういうことあれ。あ、半熟も食べられるよ、食べられるんだけど私はしっかり焼いてほしい。あ、オムハヤシ美味しいよね。私ハヤシライス好きだよ。デミとトマトケチャップはトマトケチャップ派。直樹さんハートいっぱいありがとうございます。あ、鼻がすごいムズムズする。半熟って映えるってそういうこと？それだけですか？そんな。映えるから半熟が何人気とか、そんなことある？そんなにみんな映えのために生きてるの？そんなことある？でも私はしっかり焼きがいいし、そこにしっかりもうケチャップをなみなみにこうやってやって食べるのが好き。
中のライスの部分が重要って言われちゃった。どうしよう、何にするの、何にするのって感じ。企画会議も始まるのね。ね、なんか私たちの部活じゃないからまだリツイートしてなかったんだけど、ショールームさんの方かなんかで上がってた。明日明後日で各部活がなんかショールームで企画会議するんだって。どんなのを作りたいかじゃないけど、わかんない、企画会議しか言われてないし企画会議しか発表されてないからわかんないんだけど、そう、そういう風に書いてあった。うん、からまあうん、この先が分かるのか分からないのか。収録済み、生配信の予定だけど、私が同じ内容を話しちゃったらまた収録済みになっちゃうから気をつけるね。マジで本当に気をつける。またこの話してる、収録済みかなってなっちゃうから。キッチンカーで売り上げ来そうとかあるのかな、ね、わかんないよね、本当にわからない。明日か明後日絶対オムライス食べようだってね。私もなんか明日か明後日絶対オムライス作った方が良さそうだよね。明日か明後日じゃなくてもさ、なんか早めにオムライス作っとけって感じな気が。やばいやばい。企画会議するにしても知識がね、何をどういう企画会議、どこまでを何を企画するのって感じ。中身、味、それともどういう、何を、いつどこで何をするために今何をしたらいいのかっていうのがわからないからさ、何を企画すればいいんですかってなりそうです。村上さんのじゅんさん、ありがとう、キラキラのやつ。いや、なんかさ、目的をまず知りたいわけよ。どこで結果を出すのか。そう、例えばさ、何ヶ月後にどこどこで売りますとか、こうなんていうのかな、食べてもらうことがありますとか、試験がありますとかね、そういうのがあります。そこで皆様にはプロデュースをしてもらいとかさ、あるじゃん、なんか味をプロデュースしてもらい、それをメニューとして売りますなのか、皆さんが調理したものを売りますなのか、いろいろあるじゃんって思う。味をプロデュースとかやったら凝ってもいいと思うけど、うちらが実際キッチンカーとかで売ります、その一定の時間で売り上げた個数なのか、それとも金額なのか、それいろいろあるだろうし、そうなった時に手間がかからないオムライスを作った方がそれは圧倒的に勝利に近づくわけだしとか、そこを考えるのには目的、最後がどういう形で最後持っていかなきゃいけないのかっていうのを知らないと企画会議ができないです。ガチ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 。直樹さん、ハートありがとうございます。そう、お料理選抜のお話をしてます。初見さん、ありがとう、来てくれて。そうなんですよ。パンダマラさん、結婚したらダメです。ダリアさん、ありがとうございます。キラキラ。
そう、わかんない、なんか着地点見えないと辛い。そう、味と見た目だったらもう徹底的にその一品をさ良くするためにさ研究が必要なわけじゃん。だからコスパは考えなくていいしとか、なんかこう回すのとか速さとか考えなくていいわけだから、一品集中型みたいな、こうなんていうの、バトル形式なのか気になる。うん、個数勝負だとしてスピード重視で卵かけご飯みたいなの出てきたらどうしよう、やばい。ごめんね、オムライスって言ってたのに卵かけご飯になっちゃったり、卵は後で自分で乗っけてくださいとか言い始めたらごめんね。ホジンお花ありがとう、あっちゃんハートありがとうございます。ねえ、どうなっちゃうんだろう。小次郎さん結婚してダメです。そう、個数ってなっちゃうとさ、コロッケなんてもう食べようと思ったら4つ5つぐらい食べれるじゃん。お腹空いてったらご飯食べなきゃ、コロッケ4つ5つ6つなんなら10個食べれますって人も出てくると思うけど、オムライスは一気に10個食べれる人少ないでしょ。個数じゃないかなと思って、もし売り上げ勝負って形になるんだったら金額じゃないと多分勝負にならないよなって思っちゃう。うん、分かんないけど、どういう風にやろうとしてるのか分からないです。桜のお友達さんかっこいい、ありがとうございます。ねえ、どうなっちゃうかな、わかんないです。なじゅんさんハートいっぱいありがとう。それを言ったらたこ焼きはだって、え、そうそう、たこ焼き、たこ焼きなんてさ、その販売個数を減らしてったら爆弾焼き1個として売ってしまったらもうそんなん勝ち期確定だし、価値確だし、だってね、4つ6つ8つとかあるじゃん。銀だこでさえ6つ入り8つ入りって売るのに、そう、それ6つ入りにしたらもう6口で1皿食べ終わっちゃうんだから、それは何個でも食べられちゃうわけで、そうなるとオムライス不利になるから、やっぱりもし売り上げバトルなら金額じゃないとものすごく不利ですね。サイズ小さくしよう、やばい、一口オムライスですか。もうこうなったら一口オムライスで売るわ。お願いなので東京でしか売らないとかやめてほしい、オムライス遠征しなきゃなので。え、そうだよね、私もオムライス遠征してくださいってはなかなか言いにくいから、全国でなんか売ってほしいです、せめて。それか今やってる AKB カフェみたいな形でやってほしいです。ハンコオムライスやばい、餃子風オムライス一口で食べれるオムライス。いや、もうこう それで言ったらその個数売らなきゃいけない感じになってきたらマジで私は提案するよ、一口で食べられるオムライスが作れるかどうか企画するわ。一口は無理かもしんないけど、なんか食べやすいオムライスを考える。オムライス、おむすび。握り寿司じゃんって書いてあったけど、もうオムライスおにぎり、おむすびあったよね、おむすびあったよね、コンビニかどっかで私見たことあるんだけど、もうオムライスおにぎりみたいなやつで
売るしかないおむすびを、おむすび、そうセブンかどっかで見たことある。それな、もうセブンでいいよいやでもそうなるとあの食べる人がセブンでいいよってなっちゃうんだよな。まあいいや、一応企画会議でなんかこういう話になったらおむすびを出してみるね。そう、すでにあるけどやっぱ気持ちだ、気持ちやんそう気持ちやん。そんなおむすびの中開けてみたらとんでもないこだわりがあるかもしれない。オムライス言うてやっぱさ、今回わかんない、もう本当にどういう勝負にしてどういう形でカップリング局の選抜を選ぶのかっていうのはわからないけど、料理にこだわるのはもちろん大事だけど、やっぱりその料理の勝負としてのゴールはまだ見えてないけど、うちらの本当に目指すゴールっていうのはそのカップリング選抜に入って、またこの歌唱楽曲をもらうっていう、やっぱそこがさ最終ゴールなわけじゃん結局は。そう、結局は最終ゴールはそこに向かっての料理バトルなんだから、料理の内容はもちろん大事だし、そこのこだわりは外せないんだけど、やっぱ最終ゴール選抜に入るためだったら、そのなんかこだわらなきゃいけないポイントと抜かなきゃいけないポイントっていうのも考えなきゃいけないよね。そう、もちろん味も大事だし、やらなきゃいけない料理企画はもちろんあるんだけれども、最終的に勝たなきゃいけないから、こだわってこだわった結果料理のこだわりは認められたし味もとてもいいんだけど料理選抜にはならなかったって言ったらそれは本末転倒になってしまうから、それは避けたいけど、料理選抜としてクッキング選抜としてやっぱ料理をこう私は出していきたいから、そのクッキング選抜っていう活動が大事であって、カップリング局にあまり興味がないですっていうメンバーさんは多分いないはずだから、まあこれは多分みんな共通認識でできるとは思うんですけど、はい、そうなんじゃないかな。勝つためにはだよね、勝つためには、そう、勝つためには何が必要かだと思う。ゴール設定大事。なんか私多分オムライス部としてじゃなくてオムライス部経営に徹した方が良さそう。磯風さん可愛い、ありがとうございます。そう、戦略を練ってオムライス部をどうやって1位に持っていくかだ。ひとみんのオムライスが食べたいのでさ、結婚してダメです。としくんいいね、ありがとう。ねえ、オムライス話してたらなんとタワーが、なんてロマンチックなタワーなの、可愛いし、イケメンクマさんもいる。直屋さんありがとう、嬉しい、クマタワーありがとうございます。クマタワーだ、嬉しい、ありがとう。新しいタワー可愛いね、すごい大きいギフティングだ、ものすごい、ありがとうございます。ありがとう、ヤンさん尊い、 Thank you。 キャワーすごいな、クマタワー。マーケティングしましょうね。でもどうなんだろう、こんな言って結果的にさ料理人さんに味比べ勝負みたいな同じ料理を作るわけじゃないのに味勝負でしたとか言ったら、ちょっともうそれはもう私に出る幕はない。
なんでシンデレラなの？わかんない、なんでだろうね、わかんないです。結婚タワーやんだって。え、何？今年の、え、年末って何？結婚してフェスみたいなの？シンデレラ結婚してフェスみたいな、そんな感じですか？受け付けてないです。磯風さんファイト、ありがとう。なんでシンデレラなのって思ったけど、え、それな、わからない。君はシンデレラの夢の舞踏会だって。え、そんなタイトルなのこれ。え、結婚してじゃんこれ。これ結婚してやん中身。え、そんなタワーできちゃった。え、何それ、完全にうちのルームの会話聞いてましたか、ショールームさん。違います。ひとみんのオムライスが食べたいのでさ、結婚してダメです。何度でもダメです。君はシンデレラガールはもう昨日の流れなんよ。受け付けてないです、いいね、受け付けてないです。結婚してた、名前変えないでください。シンデレラです。結婚してタワーだとちょっと意味が違ってきちゃう。結婚してはダメです、ちゃんとダメです。ちゃんとダメですって何？あっちゃんハートありがとう、ルナ吉さんありがとう、キラキラ。でもなんだろう、魔法の杖みたいなやつなのかな。非公式だからいい的なところはある。え、そうだよ。圧強め。圧強め。結婚してタワーだと王子様断られちゃうんだがって断ります。あ、そう、来週ショールーム選抜の配信もあります。覚えてますか、ショールーム選抜のメンバーたちがレギュラーで番組を持つってやつで、あれ毎週みたいなのはさ、さすがにだったんですけど、毎月っていう形になって先月から始まったんですけど、今月は11月の何日だっけ、14だったかな、確か14ですね。11月14日に大西さんと一緒に、大西桃花さんと一緒に、MC という形になって、ゲストがセナタンです。ゲストが石渡セナタンっていう風になってます。セナタンがね、この前追加メンバー、お料理選抜追加メンバーのオーディションで1位になってたので、すごいいいタイミングで番組ができてよかったなと思いました。埼玉県民の日なんだ、知らなかった。来週の月曜日です。そう、来週の月曜日にショールーム選抜の番組配信があります。楽しみにしていてください。え、そう、ももかさんと一緒だからすごい安心している。ももかさんと一緒なら安心だ。チャキは何もできなくても大丈夫。そういうことじゃない。ちゃんとしますからね、ちゃんとチャキもちゃんと喋りますから。はい、
ショールーム選抜配信のメンバーってランダムなの？何も聞いてないです、まあ、スケジュールの関係とかもあるんでしょうけど、うん、多分それができる、配信ができる人、そのスケジュールに空いてる MC メンバーとゲストメンバーとって多分あるからしょうがない、誰と組むか分かりませんって感じな気がします。ダリアさんファイトありがとう、ルナ吉さんハートありがとうございます。まあね、でもショールームでさ、ショールーム選抜に入っているプラスショールームのまた選抜イベントみたいな、そのイベントで1位になったセナタンとかになってくるとさ、お話ししたりショールームでこう話すの得意な人でしかないんだから、うん、得意な人しかいないから大丈夫、安心してる。セナタンも同期だし。番組の日はチャケ配信なしになる可能性ある？ないないない。番組の日はチャケ配信、夜の配信は分かんない、家に到着してできればやるけど、その前とかだったらできると思う、うん。あら、井上義弘さんが500回目の訪問ありがとうございます。500回嬉しい、ありがとう。キリがいいですね。サホさんとのお弁当動画もよく喋ってたよね。そう、ショールームのオフィシャルで出ています、裏動画、お弁当披露配信なんか謎企画よく喋ってるんで後で見てください。カモちゃん、あっちゃん、ハートありがとうサホーチルドレンって書いてある、ウェルカムウェルカム、ぜひなりたいんですけど。サホさんと同じお仕事があると安心する。なんか分かんないけど、サホさんに頼りっきりになってしまうわけでもないし、なんかこう全部こうなってしまうってわけじゃないんだけど、なんかサホさんが同じ現場にいると安心するの、なんかそれがある、とても前から思ってることなんですよね。あ、さっきのまだ見てない、見ます、見てみてください。そう、サホさんはなんか安心感がある、本当に。そりゃ長らくキャプテンだったもの、まあね、私もチーム B にいましたから、まあ、それもあるんでしょうけど、そうなのよ。岩立チーム B の絆あるよね。なんかわからないけど、やっぱり岩立チーム B のなんとも言えないあの雰囲気あったよね。よかった、あの空気感、なんかすごく安心できるというか、特別なんて言うんだろう、これっていうのを伝え、なんかはっきりは伝えにくいんだけど、なんかあの安心感はなんか、うーん、特別なものだったな。今の A ももちろん大好きだし楽しいんだけど、なんかねちょっと違う雰囲気。ゆきんこさん、おのじゅんさん、ありがとう。魔法の杖、魔法の杖
代理でお礼をと思う。武道館のチーム美容師よかったな。ねめっちゃ楽しかった。すごい楽しかった。なんか楽しかったで終わった。あの曲なんか歌ってる披露してるって感覚か。もちろんファンの皆さんに見せるものだから、なんかちゃんとそう披露するものとしてやっていたんだけど、なんか楽しんでたら終わっちゃったって感じだった。うん、楽しかったな。怪我もう治ったんかな。それな、膝大丈夫だったのかな、心配なんだが。そういえば痛そうだった。トシ君ありがとう、魔法の杖キラキラ。メンバーが楽しいのが一番。それなメンバー楽しくなさそうだったらファンの人も楽しくないよね。それはそうなのよ。私たちもファンの人が楽しそうじゃなかったらうちらもこれやってて合ってるのかなってなっちゃうけど、そこはやっぱお互い様だよね。お互い様、お互いがやっぱ楽しめる空気感をでも作んなきゃいけないのは、それは私たちだから頑張んなきゃいけないんだけど、うんうん、ね、わかるっしょ。みんなもメンバーが楽しそうじゃなかったらさ、ファンの人も楽しくないのよ。楽しそうじゃなくてやってるなーっていうのはさ、わかるじゃん。なんかやってるだけだなみたいな、それはちょっとダメじゃん。そう、やっぱりつまんなそうとか、なんか無理やり来させられちゃったんだろうなっていう感じを思いっきりなんか出されちゃったりとか、なんかそれこそ本当に過去に何回か私は見たことあるんだけど、劇場とかコンサート中に寝ちゃう人とかいて、あ、そんなにつまんなかったのかなと思って、なんか自分たちのこのパフォーマンスそんなかなって思ったりすることもあったから、やっぱお互いがその場で我を忘れて楽しむことが一番いいよね、うんと思うわ。ひとみんのオムライスが食べたいのでさん、結婚してダメです。魔法の杖は嬉しいです。おにぎりファンタジーさん、結婚してはダメです。おにぎり食べたくなってきちゃう。視野所の千秋楽リバイバル配信してるの、私も見たい、うん、あの爆音で寝れるのすごい、うん、わかんない、あれわざとだったのかなって思っちゃった。前ね、なんか本当に前なんだけど、あのマスクとかしてない時代だから本当に前なんだけど、最前だか2列目ぐらいで自己紹介の時に寝てる人がいて、そうなんか、わざと寝たふりをしている、それともガチで寝ている、どっちって思って、で終わらせた。でも起きてる時もあったの、だから本当に寝ちゃったのかなと思って、疲れてたのかもしれないんだけど、疲れてたのか、なんかこう どうなんだろうと思って分かんなかったんだけど、まあ私は頑張ってパフォーマンスしようと思ってた。パンダマルさん、英語さん、結婚してダメです。ギャンさん、キラキラありがとうございます。魔法爆音は逆に寝れる、そうなんだ。まあね、でも悪意はないけど眠くなるパターン、まあ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 あるんだろうなと思いつつ、まあなんかそれでもこの2時間とか2時間半は覚醒しちゃうなって思うようなパフォーマンスとか歌のうまさが自分にあったらいいなって思ってステージに立ってます。
そう、覚醒させますみんなをっていうお話で11時58分になりました。私の配信自体もだってあれでしょ、みんな楽しくてさ覚醒して聞いちゃう時もあれば、私の声が落ち着きすぎて寝落ちしちゃうっていうさ人もいるから、まあそれと一緒なのかなって気持ちでもある多分今日のこの配信でも私が喋ってる間に寝落ちした人いるだろうからあるでしょね。じゃあ今日の夜もゆっくり寝てください。明日は土曜日だから週末ゆっくりしてね。じゃあ壇上読みます。13位ヤンさんありがとうございます。12位ルナキチさんありがとうございます。11位トシ君ありがとうございます。10位英語さんありがとうございます。9位ケンジさんありがとうございます。8位オノジュンさんありがとうございます。7位ゆきんこさんありがとうございます。6位ひとみんのオムライスが食べたいのでさん、オムライスは作るけどダメです、ありがとうございます。5位ヘンリーオートさんありがとうございます。4位直樹さんありがとうございます。3位翔一さんありがとうございます。そして2位ダリアさんありがとうございます。そして1位は橋本直也さんでした。直也さんタワーもありがとうございます。感謝ありがとう。誰か結婚して投げたの見た、パンダ丸さん、私は見つけた、ダメです。おやすみなさい、バイバイ、おやすみ、またね、また明日ね、バイバイ。